あ、音聞こえますか？音聞こえる。今日は2019年の2月の16日、12時48分です。よろしくお願いします。じゃあ飯食いながら作品作っていきたいと思います。よろしくお願いします。声聞こえる？大丈夫？これくらいで OK？ まず飯だね。腹ごしらえからのね。こんにちは。あれ、もう休憩？早くね。ほんと配信好きなんだな、猫の目。仕事やりながら配信よく見てて。大好きなんだな。早番だから今終わったんだ。いいね。あ、今が休憩かな？飯休憩かな？配信好きなんだね。他は誰見んの？トムなんだ。うまい、これ。ありがとう、お茶バッグありがとう。お茶バッグありがとう。おはよう、フクロウさん。よろしく。おはよう。エクスペンドいらっしゃい。プロテイン送ってくれたの。あれだっけ？フクロウさんだったっけ？違うっけ？別の人だっけ？昨日開封したわ。チョコレートと、飲んでない、まだ。ありがとうね。届いた届いた、チョコレートと、なんだっけ、チョコレートと、もう一個。
ありがとうね。昨日開封枠やったよ。ありがとう。袋さんだったか。なんかね、俺はね、ソイプロテインっていう大豆はお腹ください。ソイプロテインありがたいですね。あれも飲むよ。あとミロだ、ミロだ。そうだそうだ。猫の目よく覚えてんね。あれ、フクロウさんだったんだ。ありがとう。もう生きていきたくない？なんで？エクスペンド。俺と一緒に生きてこうぜ。俺らまだまだ終わってねえよ。あー、そっかそっか、オッケー。ミロと一緒に飲むわ。ありがとう。真実はここだけだよ。生きていきたくない、わかるよ。でも俺らは生きなきゃいけないんだよ。神様は意地悪だからね。しょうがない。死ぬまで一緒に生きてけばいいじゃん。死ぬまでの暇つぶし楽しもうぜ。一緒に生きてけばいいよ。何も考えないで。
カーがすげえな。あれ、なんでフリッカーこんなに出てんだ。フリッカー半端ねえな。なんだろう、フリッカーすごい出てるね。なんでだ、フリッカーがすごいな。ここは俺の家だから最高。俺が一番居心地いいと思ってる空間だけど俺の部屋だから俺の楽園だけど、なんですげえいいよ。俺が作った空間だからね。
あれ？ユーターがない。アイテムありがとうね。アシックスの靴のマークに似てるこれ。音問題ない？聞こえる？音声と映像これでいいかな？いけるかな？準備 OK でしょうか？みんな OK？ バッチリ。
あ、やってた。なんかこう、ものづくりっていいよね。声は大丈夫？なんかさ、こう、心を研ぎ澄ませる作業というか、ものを作ってる時が一番幸せだよ。
はい、わざつ。おつたばかありがとう。
ポッケに下げてるよ。そうそうそう。今日休み？早くみんなに使ってもらいたいね。みんなのこうキーホルダーになってもらいたいね。いいね、ありがとう。ムーさんいらっしゃい。休みだ、いいね、ゆっくりしよう、一緒に過ごそう。ボン、ありがとう。あと、ありがとう。今日は家でゴロゴロすんの。再開してんだ。午後予定あるんだ。彼氏とデートかな。ああ。
削りすぎないんですか？まだまだ削るよ。整えてるっていう感じかな。肌触りを滑らかにしたいから、なんかこう女性の体のようにさ、スーッとこう、こうなんつうの、綺麗なこう腰のラインみたいな、滑らかにしたいのね。触り心地がいいっていうか、そうそう、女性のこう腰みたいな、キュッとこうセクシーじゃん。その方が整えてる。ギザギザだったりすると嫌じゃん。自分が求めてるラインまでは削るよ。綺麗でしょ、セクシーでしょ。そこまで追い込むかな。ちょっとこの辺がまだ太いっていうか、この辺がね、シューッと綺麗に滑らかに。みんなから見るとこうか。綺麗でしょ。これは全部シルバーだよ。あ、こういう風になるね。こういう風にシルバーになるよ、うん、すごくかっこいいデザインになるね。一生ものだよ、お守り。身につけられる作品がテーマだから、身につけるアート。かっこいいよね。これも純、あの銀だね。純銀ではないけど、あ、買ってくれた人の一生、こう一生ものになるようにさ、追い込んで作ってる。完全受注生産にしようと思って。買いたくなるデザイン。
そうだね、まあ原価の原価って言われても、世の中には全て人の手が介してるわけだから、まあ原価も高いけど、まあ、商品じゃないからさ、作品だからさ、ここにこれは鍵をつけるのね。ここにフックが3つついて、ここに鍵をぶら下げるデザインになってるの。だからこっから鍵が3本垂れるっていうデザイン。それでバランス取るためにこっちが、ここら辺に鍵がチャラチャラつくんだよ、ね、ここら辺、ここら辺に。すごいいいと思うよ。こう普段使うもの、車の鍵とかがさ、これでガチャってやったらかっこいいじゃん。かっこいいよね。ファッションとかもそうじゃん。実用性よりもやっぱテンション上がるものを身につけるかどうか。かっこいいかかっこよくないかでしょ。
髪の毛全然変わるよ。全然違う自分になったみたいだよ。いい感じだよ。気休めだけどね。早くブルーにしたいね。自由業だからね。せっかくの自由を楽しまないとね。自由の特権だからね。まあまあアーティストだからね。うわ危ない危ない。才能だけでここまでやってきたからね。
あ、明るくしてみるといいよ、少しね。女の人はニコニコして綺麗な自分でいてほしいからね。綺麗になって、かわいいでしょ。自分のテーマカラーを決めてるから、小物選ぶときはまず色を決めちゃったら早いのよ。テーマカラーに沿ったものしか買いたくない。昔なぁ、モテてたのに全然モテなくなっちゃったなぁ。人気がなくなるとモテなくなるんだなぁ。昔の方がモテてな。人気商売ってこういうもんなんだろうね。
なんか昔だったらさ、彼女と別れたっていう放送とかやったらすぐさ、女の人から私彼女になりたいって LINE 来たのに、全然来なくなっちゃった。残念だよね。出ないよ、全然だよ。イメージが強いのかな、のりこのね。別れた後はすげえ嫌なイメージなんだよ。これ彼女できねえな。
丈夫かな。若いって言うともうトスだよ。若くはないだろ、33は。そうだね、カオスの音楽だね。かっこいいよね。はい、延長代ありがとう。アイテムありがとう。いつもありがとうね。ありがとう、ボン。ボンはいつもね、投げてくれるね。ボンみたいな人がね、増えるといいんだけどね。ありがとう。ありがとう。メタロさんありがとう。ありがとう。アイテムありがとう。
なんかありがとう。コンデリコインありがとう。まあだからそうだね、やっぱ1日1万円は稼がないとね、生活ができないよね。花火16発支援求むって書いてるけどね、なかなかねそこに気づいてくれる人は少ないよね。言わないともらえないっていうのはね、ちょっと残念だよね。まあしょうがないよ。俺らだってね、小月みたいに言いたくなくて配信の表現に集中したいけどさ、言わないともらえない、言ったらもらえるっていうことはまあ言うしかないんだよね。あー、僕あの人苦手ですね、式っていう方は。なんかすげえ性格悪くて、あれはもう二度と付き合いたくないっすね。二度と絡みたくないレベルっすね。あれは人としてダメでしょ、あの人は。ありがとう、ムーさん来てくれて。あれはクズだな、本当の。あれは人として本当にクズだなと思った。投げてくれる人は投げてくれるよ。投げてくれる人を俺は大事にしていくから、応援してくれる人。正直なんか街中とかで和道さんリスナーです応援してますとか言うけど、俺からすると正直お前リスナーじゃなくてお前泥棒だからなって思ってるからね。いやひどかったよ、すげえブスだった。足短いし、ケツでかいし、ていうかデブだよね。デブでブスだった。配信であんなにごまかせるんだと思った。ひどいブスだったよ。すげえ足短いし。ていうか性格はまず悪いよね。あんなさ、禁煙室でさ、コーヒーカップにタバコの吸い殻とかありえねえと思って。どんな教育受けたらそうなるんだっていう。知らない。なんか、マナーない人だよね。あれは人としてダメだわ。あんなのに囲いがいるんだね。病気だと思うよ、あんなの囲ってるの。いや全然興味ないからね、俺好き嫌い結構はっきりしてるんで。
あれは性格悪すぎるでしょ。嫌な女だったわ。絡みたくない。まあ二度と絡むことはないと思うけど。愛子ちゃんめちゃめちゃいい子だよ。愛子ちゃん悪いことされたことない。愛子ちゃんいい人だよ。愛子ちゃん誤解されてるだけ。愛子さん昔から仲いいもん。愛子さんが俺に変なことをしたことなんか一回もないよね。え、愛子さんいい人だよね。ちょっと不器用だけど、煽り体制がなくてすぐブチ切れて怒っちゃうけど、基本的には温厚でね、優しい人だよ。周りが煽るからああなっちゃうだけだよ。喧嘩ふっかける方が悪いんだよ。愛子さんは変なことしないよ。周りが愛子ちゃんのことをおもちゃにしてるだけでさ。愛子ちゃん悪い人じゃない。あーごめんね、俺無料アイテムいらないよ組副総理。無料アイテム断ってるからどうぞって言われても求めてないかな。有料アイテムちょうだいよ組副総理。花火かさ、有料アイテムちょうだい。何の役にも立たないから、そんなもんもらってもいらないよ。他の人にあげなよ。無銭飲食はちょっと良くないけどね。あ、そうだったんだ。見逃したんだ。別になんか出てけって言われて出てっただけだけど。ちょっと心配だよね。一瞬で収まったけど、なんか転換みたいなの起こしてたかな、ペコは。飛ぶのが下手になってて、墜落してて、でその後ピクンピクンピクンって動いてたから。今日体調悪いのかもしれないけど、かわいそうに。見てたんだ、ロムってたんだ朝の枠。
心配なんで。1時間ぐらい経ったかな。どれくらいやってんだろう。1時間ぐらいか、ちょうど。
プルームテックいいよね。ありがとう。タバコの匂い苦手なんだ、アクリン。だいぶシェイプされてきたね。多分みんなには何が変わったのか分かんないと思うけど、だいぶいい感じの、いい感じになってきましたね。あ、もう吸ってるんだ、ハマってるんだ、よかったよかった。全部削った部分。ヤスリで削った粉たち。アメリカ人あれと、あの名前変えてやってるよ。うん、そうだね、水タバコだよね、あれは。要はシーシャみたいな感じなんだよね。そうそう、あれは水タバコなんだよ。タバコ吸わない人でも水タバコ吸う人いるもんね。いっぱいあるね、いっぱいある。メトロさんって東京の人じゃないの？全然東京の人だと思ってたけど。あ、今は違うんだ。昔東京に住んでたんだ。そっか。東京の人だと思ってた。
去年まで東京にいたんだ。でも田舎の方がいいでしょう。まったりできて。東京は狂ってるよ。それはあるかもね。でもそれが人間らしい生活なんだよ。何でもかんでも24時間変える方がおかしいんだから。物価が安いんだ。俺でも東京の物価そんなに高いと思わないけどな。食い物とか、むしろなんか食材とか安く感じる。まずいけど安く感じるかな。よりも物価が高いとは思わないな。俺は東京家賃が高いのはぶっ飛んで高いけど、家賃以外は別にって感じだな。あ、そう。あは住みづらいわ。この街は狂ってるように見える。俺が狂ってるだけだと思うけど。東京なんか嫌いだよ。
今日そうだね、ずっと家にいてロードワークぐらいだね。ここ1週間ぐらい予定が空いてて、ここはアクセスはめちゃめちゃ便利だね。アクセスはすごくいいよ。あーパコリテー、女とパコリテー。いや働いてるってだからこれ。空いてるっつ。何回言っても分かんない子だね。デフィゾン、お前ほんと花火くれなくなったよな。花火くれよ、たまには。助けてくれよ、ムラムラしてるね。デフィ、そんな話いいからたまには花火くれよ。お前前くれたじゃん、なんでくれないの最近。もう俺に花火くんないならもう来なくていいよ。お前巻物だって無課金じゃん。あれ俺に金入ってこないんだけど、金入ってくるやつくれよ。巻物じゃなくてあのなんだっけ、古文書10個ぐらいくれよ。ほんとケチだよなお前。使えねえ。せっかく優しくなったと思ったら全然優しくなってない。120円課金？いや俺お前からそんなもらってないよ。お前からそんなアイテムもらってないよ。これだろ？これ無課金だよ。こんなんもらいたくない。こんなんいらないよ。課金アイテムしかいらない。クソの役にも立たねえアイテムいらねえよ。え、今日朝投げたっけ？それは悪いわ。それは申し訳ない。え、本当に投げた朝？本当に？え、投げたかお前。いや俺じゃないだろそれ。お前からもらってねえよ俺。くれよ今。100円と言わず1000円くれよ。いやもらってないと思うよ。疑心暗鬼にもなるでしょそれは。こんな困ってんのに助けてくんねえんだから。
まには投げてくれてもいいじゃん、ボカンと。稼いでんだろ。いや俺そんなこと言ってないけど。いや投げてねえな、これ嘘だわ、あったりだわ、そんなこと言ってないもん俺。絶対嘘つき野郎だからな。やだやだ、こんな人間にはなりたくない。投げてよ。たまには投げろよ。俺だってお前と気持ちよく会話できないだろお前。もてなす気にもならないだろ。前がやってんの人の家に土足で入り込んでんのと一緒だからな。セフィ最近投げてくんねえんだよ。昔はちょろっと投げてくれたいいやつだと思ったけど、しばらく見ない間にクソみてえなリスナーに戻っちゃったんだよ。どこの枠で遊んでたのか知んねえけど、しばらく間に見ない間にクソリスまでね、ダメになった。砂漠に遊びに行くと手垢がつくから嫌なんだよな。なんかすげえいいリスナーだったのがクソみたいなリスナーに変わること多いんだよ。もう砂漠行くんだったらもう戻ってくんなって思うもんね。対応が明らかに変わったりするからクソ殺意湧くよね。ここではね投げないでコメントばっか、いやいるんだよ。ここではコメントばっか書いて投げないくせに、他枠で投げてんのとか見るとほんとブロックしようかなと思うもんね。ほんとブロック対象でしょそんなもん。人が苦しんでる時に助けてっつってんのに助けてくんねんの、悪魔だよ悪魔。あるっつうかさ、ってこの人他の枠では投げてて俺のところでは投げてないんだと思うと、いやすげえムカつくよやっぱ。あなんか散々コメント拾って対応してきてバカみたいっていう、ほんとやさぐれるよね。あ
なんか俺そんな雑に扱われてんだこの人にと思うと、もうコメント読む気にならないよ。そりゃそうでしょ。裏切られた気分になるよ。前にはそれで応援してますとか言われたらもう殺意湧くぜ。何が応援だよな、笑わせんなよ本当に。いや一回ねぶっ飛ばしてやりたくなる時あるよ本当に。リスナーのことよくそれ面と向かって言えんなと思って。応援してるのはボンとかメトロさんとかさ、ソソとかミースケとか金魚姫とかさ、なんだろう、そういう人たちが応援してるのであって、お前なんか応援に入らねえよバカ野郎と思って。泥棒されてる、泥棒に応援してますとか言われたら殺意湧くだろう。殺してやろうかなと思う時あるよ本当に。何が応援だよな、応援してねえわみたいな、そんなクソみたいな応援いらねえわ本当に。ニンニとかも応援してくれてるしさ、恥を知れって思うよね。どういう教育をされたらそんなふざけたセリフ言えんだよっていう。殺したくなるよ本当に、うん、いや言うよ全然、なめてんだろこいつって全然思うよ。会いたいとかコラボしましょうとか言われたらするわけねえだろバカ野郎って。お前のこと嫌いなんだからっていう。誰だと思ってんだよな。ちゃんと応援してくれてる人に俺は、あこの人は応援してくれてるなっていうのはさありがたいと思って好意を受け取るけどさ、俺嘘つきが嫌いなんだよ。思ってもないことを言うやつが、なんか応援してないのに応援してますとか嘘じゃん。そういうのが許せないんだよね。なんか信用できねえみたいな、関わってくんじゃねえよゴミが。散々タダで放送を見させてもらっといて応援してます、何偉そうにな。泥棒だよ泥棒。ありがとう、お茶爆100ありがとう、そうそうありがとう。泥棒だろそんなの。あここリプ OK だよ、むしろリプ推奨、リプバンバンやっていいよ。ここはリプ全然 OK だから。一応この放送のルールはあのふわっちのプロフィールに書いてあるから、あのリプ OK とかあの LINE がどうとか。ありがとうメトロさん、花火ありがとう、いつもありがとう、あざっす。
あざーす。ありがとう。こっちだってタダでやってるわけじゃねえんだぞっていうね。それでお前外配信増やせとか企画やれとかぶっ殺すぞって思うよ本当に。なんかリスナーさん同士がわちゃわちゃ俺に向かって俺のことを俺と関係ないことを話してるぐらいがちょうどいいと思ってるから、なんか別にリプ全然使って俺のこと無視してるぐらいでもいいよぐらいの感覚だね。なんかリスナーさん同士がここでなんかリプを楽しむとかでもいいだろうし、うん、はいはい、いらっしゃい。俺今度からね、応援してますって言われたら、いやいや見てるだけでしょって言おうと思うんだよね。応援してますとかいうふざけたリスナーいたら、いやお前見てるだけだろって、それ応援じゃねえからって普通に言おうと思ってた。見てることは違くないって、それってただぼーっと見てるのを応援してるって、まあ、あなたがされたら評価するって、しないよね、もう二度とそういうこと言わない方がいいよって。わかんない、超大手っていうかわかんねえな、タワカンあんま見ねえから。ツイキャスと同時ですね僕は。ツイキャスは今5人、
のんちゃん別れたまんまだよ。なんで？なんで？新しい女性と出会うしかないね、もうね。軽いな。あ、全然軽いね。
いやまた便座壊れちゃったよ。もう直す気ない。今朝割れた。ふざけんなとか思って。また割れた。買う。マジマジ。せっかく直したのに。ね、いやうんこするときにデザインなんかいらないんだよ多分。うんこをするときは芸術の時間を考えないでしょ凡人たちは。俺クラスになるともううんこしてるときもアーティストだから。だってみんなの周りにいる？こんな24時間ずっとアーティストで居続けられる人。歩くアートだかんね俺。すごくない？みんなの周りにいないでしょ？こんだけアーティストな男。歩く芸術作品だかんね。アートなんだよ。俺自身がアートなんだよ。もう だから人間たちの考えてることはよくわからないよ。
いや俺ずっと言ってるよ前から、俺自身が最高傑作だ、俺が作るアートは俺の分身でしかない。ずっと言ってるよ俺は。わかんねえんだよバカは、バカだから。俺の子供たちだから。俺というライフスタイルを購入するかどうかだから、これは俺自身っていうライフスタイルを身につけるかどうかなんだよ。はい、こんにちは。
あ、有料アイテムもお願いします。いや、何の意味もないからね、無料アイテムなんて。何の意味もないよ。投げてる気になってるだけで何の役にも立ってないからね。投げてるんじゃ、応援してるっていう錯覚でしょ。何にもならないんだから、こんな何の役にも立たない。こんな無料アイテム投げたら有料になるんだったらみんなバンバン稼ぐでしょ。どういう仕組みだよそれってなるでしょ。盛り上げるためっつうか、なんかあれでしょ、貧乏人の自己顕示欲満たすためのなんかあれでしょ、なんかちまちましたやつでしょ。なんか大人の投げ癖つけさせようとしてんでしょ。無料アイテムなんかいらないよ。投げろよ。気分悪い。嫌がらせだろこんなの。バカにしてんだよ根本的に。いい大人が。
さあ今日はこれで終わりにしようかな。ちょっと洗ってくるわ。ありがとう。さすがナイスー、ナイスー、ありがとう、ありがとうございます。
じゃあ、シルバーの時間終わりにしたいと思います。皆さんありがとうございました。お疲れ様です。おつです。Stand by me.